は国土交通省首都圏外郭放水路特別見学会にご来場いただきましてありがとうございます。これから施設について説明いたします。首都圏外郭放水路は中川流域の浸水被害を軽減するために作られた地下の川です。流域の多くの町を洪水から守るため埼玉県春日部市国道16号の地下に建設されました。正面のパネルが首都圏外郭放水路の全体像になります。まずは水を取り込む立て坑、それから水を流していくトンネル、そして水を江戸川へと排水する排水機場になります。本日皆様にはこの排水機場の調圧水槽という場所に来ていただいております。まずは立て坑と呼ばれる大きな縦穴です。全部で5本ありまして、排水機場から順番に第1、第2、第3、第4、第5立て坑と名前が付けられています。第1立て坑は川とはつながっておりませんが、他の4本の立て坑から合計5つの川の水を取り込みます。皆様の右側に第1立て坑をご覧いただくことができます。大きさは直径30メートル、深さ70メートルありまして、今見えているのは上約3分の1になります。この下にはまだ50メートルの深さがあり、一番下のところでトンネルとつながっています。次はトンネルです。立て坑から取り込まれた水を江戸川へと流すための通り道です。大きさは直径10メートル、全長 6.3km のトンネルが深さ 50m のところで立て坑と立て坑を結んでいます。トンネルを流れてきた水は今皆様がいらっしゃるこの場所、調圧水槽に流れ込みます。この空間が5つの川の水をスムーズに排水するための施設になります。調圧水槽の広さですが、幅78メートル、奥行き177メートル、高さは皆様の足元から天井まで18メートルになります。どこまで水が入ってくるかといいますと、正面の柱をご覧ください。柱の色が変わっているあたり、この高さまで水が入ってきます。この水位になりますとポンプを動かします。皆様の左側をご覧ください。暗くなっていますが、壁の向こうには4台のポンプがあり、このポンプを使って江戸川へと排水します。本日はポンプ室も見学できますので、ぜひご覧ください。ポンプ室は調圧水槽を出まして、地上の建物を裏口よりお入りください。放水路を使い始めてから今年で16年になります。年間平均7回程度水を取り込んでおります。今年度は4回水を取り込んで浸水被害を軽減しております。これまでに流した量が最も多かったのは平成27年9月の台風になります。この時はポンプを4日間運転し、東京ドーム15杯分もの水を江戸川へと流して
町を洪水から守りました。首都圏外郭放水路が整備されたことで水害に強くなった春日部市では、多くの企業を誘致し、工場や商業施設が増えています。また、住宅、マンションも新たに建設されています。国土交通省では、こうしたインフラ整備によるストック効果で、地域の暮らしと経済を支えています。ご案内はこれで終わりますが、地上の展示室でも模型の展示やビデオ上映を行っております。そちらもぜひご覧ください。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。次の説明10時40分からになります。よろしければ奥でアンケートをやる。